ムカつくな。今一旦やめまして、蚊が巨大になって、おいおいってなって、巨大化した時のためにね、俺スーパー妄想癖だから、その映像もやっておこうって言って、こうやって高速で2回スペースを押したのに、なんで適用されねえんだよ。俺がその瞬間に殺されたらどうなんだよ。俺が殺された瞬間の映像が撮れねえだろうって。ムカつくなすごい、なんかもう病気だね俺。病気なんでしょ、あの病名のない病気なんで。いや病名はあるけど糖質じゃん。なんか理性が強すぎる統合失調症じゃんこんなの。まあいいや、喋ることないな。もうすごい悪口言ったテレビ局の。でも俺テレビあんま好きじゃないんですよねって話になっちゃうんですけど、すごい YouTuber のみんなテレビに憧れるじゃん。テレビ出たいって思うじゃん。まあ受けた仕事はやるっていうのなんだろうけど、俺テレビ出たくないなと思って、テレビなんか嫌だなと思って。まず威圧されるんですよ芸能人。いや勝手になんか、まあ俺がそんなすごいやつじゃないの分かってるけど、いやすごい面白いやつではあるけど、すごいやつなんていねえよ。発明してるやつだよ。発明家しかすごいやついねえからな。すごい人っていうのは発明家なんだよ。そういう考え方、哲学者とかすごいね、生きやすい考え方とか、なんかはぁ、あ、楽になる、ちょっとに肩の荷が少し降りる考え方だったりとか、それが哲学じゃん。哲学者ってコペルニクスだっけ、コペルニクスじゃなくてあのニーチェとか、ああいう人は生きやすい考え方をあの人たちは考えてるわけじゃん。どうやったらみんな生きやすい考え方を俺は考えられるのかなって考えてるわけじゃん。うん、だと俺は思うんだよね。まあこれ多分拾ってきた情報で、俺の情報じゃないで、これまあ俺が考えた情報ではないの確かだから、誰かの情報を俺があたかも作ったかのように言ってるだけであって、うん、でまああと研究者の人だってすごい文明を作るわけじゃん。まあその人たちの何人もの犠牲の間でコンピューターが作れたりとか、特効薬とか薬とかできたりする。それをすごいと思うんだよ。作った人すごいなんて思うけど、俺っていうのは人の名前、まあすごいといえばすごいのかな。いやでもまあみんながさ、生活の中の苦しみを少しでもね、ごまかしたり和らいだり、一瞬でも目を背けるツールとして俺たちがいるわけよっていうね、かっこつけてるだけですよ。本当は俺自己満足ですよ。こんな自己満足、自分が楽しくないものなんてやるわけねえから。本当はね、本当は自分が喋ることが好きで、喋ることを動画にしたら人気になるかなと思って。でも人気になるよりも、あの寛容な金持ちにちょっと月50万欲しい。月50万か、もしくはチャンネル登録者が50万人以上で1人 1円ずつもらう。だからアクティブユーザーですよ。でも1円くらいみんなくれねえかな。ね。古事記じゃないけど、負担額が増えたら困るんだよ。だから1万人の人に500円でもいいんだけどね。でも、大悟さん、メンタリズムの大悟さんってやっぱすごいね。情報を提供するっていう、その、ね、こうなったら幸福ですよ。でも最近つまんないと思ったらまた面白くなったんだけど、まあそういう情報を提供するのはすごい稼いでるわけじゃん。稼いでるの、このマークがこんな上になっちゃう。上に向けてるからね。下に向けるとたまに個人情報があったら嫌なんでね、まあ上に向けてるんですけど。まあ、情報を売ってすごい人数いるじゃん。あの人多分、ニコニコチャンネルだけで月700万とか稼いでるからね。俺の適当な計算によると。ね、すごいひどい人だ。いや、すごいな。まあ、月50万稼げればいいかなって思ったけど、まあ、わかんねえ。欲しいものが今ないんでね。あの、生活費だけはもう、ほんと政府に払ってほしい。俺、国宝だから。俺、国宝だろ、こんな面白い人間。国宝でもなんかさ、歌舞伎じゃなかったら年に200万円しかもらえないんだね。200万円じゃ生きていけねえよ。パチンコ代にしかなるねえじゃねえかって、クズすぎんな、この国宝。うん、国宝っていうのはなんか少ないものとか言いやがってな、ケチ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 しとんのって思って。俺国宝でいいだろ。もうみんな国宝でいいよ。みんなもうなんか、もう月50万もらおうぜ。なんか政治家はもうただ働きでさ、でもなんか最近見たの、ああ、確かになって思ったツイートがあったんですよ。これも全部人の意見なんだけど、政治を政治家に俺たちは任せすぎだから、今のああなってるんだよって言って、俺もちょっと気づかされた。政治家政治家ばっかり言わないでって思ってね。言ってたのに、確かに俺、政治のこと何も考えてねえって思ったんで。やっぱ国民のための、国民による国民の政治って言ってたっけんじゃん。だから人民のためのか。人民の、だから、私がやるんじゃない。みんなでやるんだって言ってたから、そうだよなって思って。民主主義じゃないもんだ、だって。政治家に任せすぎじゃん。なのに俺たち文句言ってるって、文句言う筋合いねえもんな。投票してるだけじゃ文句筋合いがないのにな。うん。政治家に任せっきりだよな。それにいいよ、良くないよ、いいよ、良くないよって言ってるだけじゃん。
考えてないもん。うん、どうやったら政治が良くなるか、みんなの知恵を振り絞って考えればいいんだと。で、口だけ言いますけど、僕は、ね、まあ、全く考えないでしょ、これからもね。最近思って、そう思ったら、いやって思ったけど、政治家クソすぎじゃねえか、さすがに。うん。でもクソだもんな。与党も野党もなんか寝てるやついるもんな。さすがになんかさ、いやって思わない、ジジイども。いやジジイども。なあ、さすがにね、確かに、そうだよって。俺たち考えなきゃいけないよって、で、寝てるってなるじゃん、そんな。さすがに寝るのはやめようよ。真面目なふりじゃなくて真面目にやってほしいよね。うん、いや、それで真面目にやって進まないならまだしもう、寝るのは違くないって思っちゃうけどね。うん。まあ、寝る政治家を選んでるのも俺たちだから、寝る政治家チェックしていこうぜ。国会で寝てる政治家。はい、検索します。多分ちょっと右翼とか左翼のなんかサイトに行きそうだけど、国会でデモ予定、そんなんじゃね。寝てるやつってやばいな。国会で寝てるやつ。国会議員はなぜ寝てる？ネイバーまとめに出ちゃった。国会中継こそ子供に見せたくない番組、論文厚し。確かにな、楽しすぎだもんな。ジジイどもばっか寝てんな。なあ、すごいな、あくびして。ジジイども寝すぎだろ。年賀状書いてるやつもいんの。まあ古い画像だけど、ダンディーな私服で一時期麻生さんのネクタイのかげ、さすがおしゃれですね。寝てる麻生さん、寝てる。ジジイ寝すぎじゃない？あ、田中角栄さんだよね。でも、この人も寝てる。パフォーマンスであり、本当に寝てるわけではない。うん、メリットがあまり感じられないのは気のせいでしょうか。しかし、まあ、可能性、合成だ、でっち上げだ。いや、これはちげえだろ。いいじゃん、別に。いや、ダメだろ。あの映像は実は6倍速くらいで24時間ぶっ通してやってる。考え中だったらこうやってやれよ、考える像が。あんなさ、まあ、考える像っていうのはね、あの豆知識、みんなが知ってるっていうね、みんなが知ってなくてもみんな知ってるよねって常識として押し付けるんじゃなくて、これが俺がすごい知識とかじゃないんだよ。鼻高とかするんじゃない、みんなでも知らないかもしれないけど、わかんない。これが本当かもわかんないけど、なんかあれでしょ、地獄の門を見て、わー、地獄の門やべえって思ってる人がなんかこうやって見てんでしょ。まあずっと見てんだろうな。だから首疲れんなと思って、いや画角下に下げろよ。でもなんかね、個人情報があるんでね。連日仕事で疲れてる。もうほんとさ、やることありすぎなんだよね。全然寝れないしさ、スケジュールもきついんだ。ギガメタル流しきついよ、もう。てか、これちょっとやばい人だよね。みんな知らないかもしれない。答弁が終わった時の規定の姿は細かく定められて、それを忠実守ってる起きてるやつはむしろ異常。まあ、なんていうか、この人たちには叱ってくれる人、注意してくれる人なんてどこにもいないんだろうなと思いました。周りにもそんな人もいますもん。あんな感じ。面白いな。元首相です。乾杯というと負けそうでありますから、やっぱりここは完勝でいきたいと思います。政権を必ず取るという決意のもと、乾杯って。これは面白い。そういう批判とかじゃなくて面白い。すごい。いっぱいあるね。すごい。344万件もある。0.4 人秒ってよくわかんないけど。国会議員は自分の所属委員会で頑張ればいいんですよ。他の会議は最後の採決だけで起きてれば問題ありません。じゃあ、出んなよ。席外してろよ。そこだけ給料カットすればいいのにね。そこは給料カットすればいいのにね。簡単じゃん。寝たっていいよ。そこはね、そのね、自分の所属委員会じゃないとか給料カットしてんのかな、逆に。まあ、政治のことはあんまタブーだから話しちゃいけないけど。カテゴリーマスターが言ってる。確かになんか、まあちょっと皮肉っぽい言い方かもしれないけど。いや、そこの給料は削ってほしいな。マジで。マジで。削ってほしいわ。まあ、与党も野党もどっちもクソだけどね。うん。クソなことには変わんねえじゃん。クソなジジイはいるわけだよ。
絶対数。でも目立ってるクソが多そうなんじゃないのっていうのがね、野党なわけで。うん、いや、わかんないよ。超いいやつもいるかもしれない、野党に。でも超クソもいるかもしれない。いや、でもすごいひどいのもあったよな。嘘つきイコールなんか安倍晋三とか言ってる人もいるけど。いや、ひどいな、ひどいなって、すごい思想が出てるって突っ込んじゃった。うん。はい。喉が痛いんで、ちょっとね、政治の話はちょっと危ないんで、カズヤチャンネルでやってくれ。すごい、締めた。全然締めれてねえよ。お前は自分の首を締めてるんで、締めてねえよ。でも、太るという脂肪のこいつの力によって俺の首の、気候はちょっと妨げられてるかもしれないよね。チェケラチョ、ブンブン。ちょっとね、眠いとかじゃなくて喉が痛すぎる。